医療従事者先行になりますけれども、これが打てるということは、あの日常の、まあコロナ前にどれだけ近づけるか分かりませんけれども、それに近づいていけるあの一歩になるだけの力のあるワクチンだと思いますので、すごく期待をしています。いつできるかっていうのが、分からないと場所の確保もできないし人の確保もできないんですよね。ですから、そこが決まればぐっと前に進むことができるんですけど、今それを待っているような状況ですね。はい。